生から果たし状が来たのだ。果たし状？今この時期にか？我々は本番に向けて多忙を極めているというのに。まあ孫作さんにも事情があるかもだし、中を見てみようよ。うん、便箋が3つですか。リンリンたち宛てなのだ。何？拝啓菅雲長殿、龍騎の体毛発売を20日後に控え、やる気が随分とみなぎっていることでしょうね。特にあなたは古参だから、今回もたくさん出番があって、序盤中盤終盤と隙がなく活躍の場があることでしょう。けど油断しないように。短い出番だからこそ鮮烈な印象を抱かれることもあるものよ。今回もどこかであなたと打ち合うことを楽しみにしているわ。その時は容赦しないからね、白府より。確かに果たし状っぽい。張飛ちゃんへ、こんにちは、シャオだよ。シェレン姉様に舐められないように言われたんだけど、いまいちどうすればいいかわかんないな。あ、そうだ、シャオね、ちょっとおっぱい大きくなったよ。張飛ちゃんはどう？よかったら今度育乳テク教えてあげるね。じゃあ龍騎の体毛頑張って、シャオより。育乳テク？じゃあ私のは劉備へ。龍騎の体毛もいよいよね。孫悟の血脈ではあなたたちに随分と借りを作ったけれど、それが帰ってくるとは思わないことね。新作ではまた敵同士、孫悟の勇士は血気盛んに機会を伺っているわよ。それじゃあ当主として頑張って、孫厨房より。なかなか挑戦的な手紙ですね。でも応援してくれてるってことじゃないかな。孫悟流なんだよきっと。リンリンのだけちょっと違う気がするのだ。よいではないか。よし、それでは改めて気合を入れましょう。そうだね、孫健さんからも応援されちゃったし。新恋姫無双革命、龍騎の体毛発売日まであと20日なのだ。